台風1号ですけれども小笠原諸島の近海を北上中です。これまでに父島と母島が台風の暴風域に入ったものとみられます。でまず現在の状況と予想進路図をご覧ください。現在ですけれども台風1号の中心は小笠原諸島父島の南西の海上にあります。この赤い円が台風の25メートル以上の暴風域、風速25メートル以上の暴風域を示しているんですけれども、この午前9時までに母島と父島が台風の暴風域に入ったものとみられます。暴風域に入っている父島では午前8時42分に最大瞬間風速 46.5 メートルの強い風観測しております。でこの台風ですけれどもさらに北上していきまして今日のお昼頃に父島や母島に最も接近するものとみられます。これから昼過ぎにかけては最大瞬間風速が50メートルに達するような猛烈な風に対して厳重な警戒が必要です。そして雨の方ですけれどもこちらが過去24時間に降った雨量のトータルを示したものです。母島で、トータル128ミリ、また父島で 126.5 ミリの大雨となっております。この後の雨雲なんですけれども、今回の台風の特徴は台風の北側と東側に、特に発達した雨雲を持っております。つまり台風が通過する中心が抜けるまではかなり強い雨雲がかかる予想でしてあと数時間ぐらいが雨のピークというふうに見られます。トータルの雨量が200ミリに達する恐れがありまして土砂災害も起きる恐れがあります。で雨雲については中心が抜けますと、このように雨雲のない領域に速やかに入っていく予想でして、午後については雨の方は、弱まる見込みです。ただ風についてはまだピークを過ぎた後も、今日の夜にかけても強い状況が継続しそうです。小笠原諸島についてはこれから数時間が台風の雨風のピークということになりそうです。引き続き台風の動きに十分ご注意ください。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。